皆さん、中間地点かどうかわかりませんが、見えますか？私は見えてませんが、素晴らしい景色です。と同時に、登りもかなりあって、中盤くらいにいるんでしょう。結構きついですよ。今4キロですからね、時速。なんか和田を、相模湖川側からの裏和田にちょっと似た感じもしますが、それよりちょっときついですかね。こういうところで休むんです。さらに上がっております。落ち葉がひどい状態ですので、一歩間違うと足つき状態、あるいはコテンといってしまうか、そういう感じもします。いずれにしても向こう側はパノラマが最高。八王子さんとタカちゃんはきっとあと2回分くらい上に行ってることでしょう。ママチャリの私はひたすら亀の子走行でございまして、とはいえ美しい景色に実は見とれているという感じがします。車が、奥多摩側から通行禁止になっておりまして、土砂崩れで全く来ないという安心感の一方で、いつ熊が襲いかかってくるのか心配しながら、やっと感謝目、ワンダホーです。これを待っちゃったのですよ。こういう時に死ぬほど鼻歌を歌って、休むんですよ。あとどんなやつが来るかわかりませんから。なんだろう。気持ちいいですね。林道かくあるべし。中間報告、ファイルが悪いんで、以上です。